今回はディズニーアプリで、うん、お家でディズニーアプリか、うん、で購入したものを紹介していきたいと思います。で今回購入紹介するのはディズニーオンラインね、うん、あのほら行かなくてもお家で買えるものなんだけど、なんか新商品も買えるのがたまにあるんだよね。そうそう、なぜで結構増えるよねあれって、なんか知らないけど、うん、それで新しいのがまずお家にいてもお家からも買えたっていうのと、そうでもう一つはあのね、なんかすごい半額、うん、になってたものが一つ、うん、で言ってみるとこの3つが、うん、新商品、うん、でこちらが半額商品、うん、っていう感じで紹介していきたいと思います。じゃあ行きます。じゃあまずね、あのとりあえずね、チンパは毎回うざいほど言ってんだけど開けないから、うん、このまま保存するから、まずこっちのトミカから行きたいと思います。でこれはディズニーシーかな、ディズニーシーのスカットル スクーターで、あのぐるぐる回るやつかな、うんうん、そうぐるぐる回るやつあるでしょ、あのマーメイドラグーン、うん、の乗り物のトミカ、そうこれね好きなんだよ、ね、2台セットね、そううちは好きなんだけど、うん、あのなんていうのとにかくちょっと荷物が多いから、そう乗れるのが心配になっちゃうんだよね。ちょっと狭いのね、やっぱり、ね、ちょっと子供が乗れるようになってるから、そう、あとにかくうちはカメラが好きだから、うん、カメラは持ってくるの絶対条件だから、うん、あの乗り物とかよりね、本当はね心配性だから、うん、荷物もすごい多いから、そうだからいつもねそんなには乗れないんだよ、だから荷物多すぎて、うん、っていう感じで、でも好きだからねとりあえず、うん、でお値段が2200円で、こういうのはいいよね、だからおうちディズニー商品って言ったけどさ、うん、買ってる商品もそうなんだけど、これお家でこれを見られるから、そう実際に本当にあるものはやっぱりワクワクする、そ そうテンションあるよね、うん、っていう感じで購入したスカットルのスクーターのトミカです、うん、じゃあねこれはこのままね飾っておきたいと思います、うん、で次がこちらのあのピンバッジ、ピンバッジ、ピンバッジ見えないこんな風になったやつ、うん、あのピンってあのほら普通のなんていうの、普通のやつじゃなくて刺すみたいな、刺してネジで回すやつ、そうそう刺しピンみたいなやつで1000円だよね。でこれもシリーズとしてはいっぱい出てんだけど、全然いっぱい出てて、なんだけど、ね、そう販売されたんだけど、うん、あのその中でもあのオランが最近推してる、うん、プルートさん、プルートそうのピンバッジ、そうでね、チンパ的にこういうデザインが好きなんだよね、このなんていうのちょっと昔っぽい、なんていうの色合いっていうか、そうなんか銅像に合いそうなやつ、そうそうだから好きで、じゃあ何か一つだけ買うっつったらやっぱプルートがいいかなっていう感じ、うんで購入したやつです。ただねこれやっぱり着てもいいよね、この色合いっていうか、かわいいね、うん、が心配できないいいよね、だすごく高級に見える、ね、そう刺しててもあなんか限定品かなってないかな、うん、あとちょっと高いやつなのかなって見える可能性もある、うん、やつ可能性だよ、うん、ってやつです。っていうプルートのピンバッジね、うん、でこちらがあのテーブルクロス、テーブルクロスです。これちょっと出してみようかな、なんか書いてある、これ100かけなんだけど書いてあるね、うん、140×140、うん、なさるとねちゃんとテーブルにかけられるぐらいの大きさ、そうで、あ何が心配ってこれね、一応これ弾けるかまだ分かんない、ビニール製なのかとかね、うん、これ開けてみないと分かんないんだけど、この下にちょっとゲーム機があるの、うん、でここで一応自分たち食事もするんだよ、うん、あの撮影もするけど、うん、だからそうするとあの心配なんだよ、あの水物をこぼした時、うん、あのゲーム機にかかっちゃうんじゃないかって、うん、それでなんとかしたくてこういうのを検討してたんだけど、うん、そしたらちょうどディズニーで出たから、うん、いいなっていう感じで購入したものになります。でお値段の方が3300円、ねえ、じゃあちょっと開けていきます。布？布？布？なんだろう。ポリエステル。ああ。布？布？味？つるつるした布？つるつるした布？ちょっと全部はちょっと無理だ。無理だ。こんな感じ？こんな感じでこの模様がなんてずっと続くみたいな。そう、これなんかあのなんだっけ、スーベニアグッズとかいろんなので出てて、この柄ね。そうだね。で、あの各種食べ物とこのスーベニアとかが乗ってるやつ、あのマイクがさっき言ったね、こういるあマイク、マイク、はい、でチンバマイク好きで、うん、マイクのグッズいっぱい持ってるんだけど、うん、だからそれだからいいな、あのこれ食べ物はそうだ、フードのディズニーのフードの、そう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 、軽食みたいなね、フードの柄になってる、柄になってるやつ、今のはマイクのメロンパンのやつ、うん、でそうそうそう、だからこれワッフルかな、これは、うん、でこれハンバーガー、うん、だよね、ミッキーのやつで、これがあれだよ、なんだっけ、ワッフル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 、まあ、なくなっちゃったやつとかも結構あるね、あるね、まあ、今こうじゃないもんね、そうだね、こうじゃないね、うん、ってやつのテーブルクロス、うん、だからこれをちょっと引きたいなと思って、うん、買いました、買いました、ね、っていう感じかな。で最後はね、ちょっとまあいいや、ちょっとあれだけかけちゃう、今畳んでるから、うん、で最後がこっちがメインなんだけど、チンパ的にはね、あれもあれは実用性でメインで、うん、これは趣味的メインのやつなんだけど、うん、でまずお値段から見せてちゃうと、これが32000円ってやつね、うん、でこれの半額、うん、16000円、そうっていう感じで開けていきます。で何なのって言ったら、まあ、箱から見れば分かる人は見れば分かる、
これが時計、こういう時計です。あのミッキーのお手手が動くやつ。あのディズニーリゾートラインのディズニーランドステーションえのところにあの時計ある。そうみたいなやつだね。似てるよね、うん、の感じの時計かな。で、なんだっけ、ちょっとね、さすがにね、40周年とかあって半額じゃなかったね、うん、こういうのはちょっと控えてんだけど、うん、あの時計好きなんだよね、チンパ、うん、で、なんだっけ、それでコレクションがあるんだけど、何点か、うん、それで、その中でディズニーの時計持ってんだけど、うん、この形が好きなんだよね、正直。で、何度かこれの形のなんだっけ、置き時計っていうの、置き時計じゃん、なんだっけ、壁掛け時計っていうのかな、普通の時計あるじゃん、でっかい、うん、部屋に飾ってるっていうかさ、部屋で見るやつ、うん、それが欲しい欲しいっつってて、うん、何度か購入を考えたら諦めたりしてたんだけど、うん、なんか今回このそれと似たデザインのこのなんていうの腕時計が出てて、うん、でしかも半額だったらいいなっていう。まあお得だよね、それね。そう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 、ね、そうだからまあ半額以上あと下がらないかなっていう、多分ね、うん、まあ下がったら下がったらしょうがないんだけど、でも半額なら我慢できるじゃん、うん、まだね、うん、下がった時にはさ、うん、まあ、半額だったからまあいいやって、そんな感じで買った時計になります。でもね、ほら、ディズニー、まあ、一応ね、どっかに行くときには、一応デジタルの方がいいんだけどね。秒数まで見えるから。特にチンパみたいなお腹が弱い人とか、IBS の人とかさ、うん、トイレに入って電車が来る1分1秒が大事だから。大事だね。うん、だから本当はいいんだけど、でもその時はね、チンパ両手にはめてっちゃうから。片方にデジタル、片方にアナログとかね。うん、はめてっちゃうからいいんだけど。だからでもそういう感じでね、こういう時計いいなと思ってて、ずっと欲しかったんで、半額でラッキーかな。感じ、うん、で購入したメインの腕時計になります。で今回はこんな感じかな、うん、4点ね。でほら夏って暑いでしょ。暑い、しかも年々ひどくなってるね、暑さがさ、うん、でもう危険レベルだよね、うん、でなんだけど一応ねチンパも行きたいと思ってるんだけど、ディズニーとか、うん、40周年だし、うん、特になんだっけ夜のパレード、エレクトリカルパレード、うん、もうほらダンサーも出てきたし、うん、撮りたいなと思って写真とか動画を、うん、行きたいなと思うんだけど、やっぱねいかんせん暑くて、しかもチンパがね汗っかりなんだよね、うん、そうすると億劫だよね、外に出るのさ、まあ、あと体が弱いよ、ね、そうそう、だから本当になんだけど昔からそうなんだ、海行ったら熱中症で倒れて、その家にいても熱中症、朝起きたら熱中症に倒れてる、ね、今ね、このなんていうの、高齢者の方がよくね危険、そうそうそう、危険って言われてるけど、若くても寝てるだけで、夜寝るだけでマジで死ぬから、そう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 、でそれにだからなんで毎年会ってるからチンパはね、ほぼ毎年ね、辛い目に、うん、だからちょっと控えてんだけど、うん、まあどうしても行かなきゃならない時は行くんだけど、行かなきゃならないって何って言うけど、まあ発売日って何があるグッズのね、うん、行くんだけど、やっぱこういうのやってもらえると夏は助かるよね、すごい本当に、うん、マジで夏は助かる、夏じゃなくても助かるけど、うん、特に助かる、そうそうそう、特にね夏はね暑くてなかなか行きたいと思っても、まあ行けない遠方の人もいるしね、そうそう、だからいいかなと思うんだけどね、うん、まあもちろんなんだっけ、新品で早すぎるだろうっていうのは自分たちも思うことあるけど、行って買うのがお土産だからね、そうそうそう、行かないで買うとね、そう、お土産っていうか、まあ、だから記念グッズみたいなね、そうグッズって感じだよね、そう、でもねお土産とはちょっと違った感じ、まあね、だから誰もがずっとベストでいることはできないから、体調がね、うん、多分どんな人でもずっとさ、どっかでなんていうのパラメーターが落ちてくるよね、やっぱり、ね、うん、疲れたりさ、その時にああ行きたかったのにってポチッと押して、あ売ってるじゃんって買えるのはすごくいいことだと思うから、でも売り切れてなくなっちゃうようなやつは、ね、そう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 、もちろんさパーク内だけでしか買えないやつもまだまだいっぱいあるけど、多分あるよね新商品、うん、だからそれでもねそれはしょうがないよ、だからね、うん、でも自分たちが買える最低限の、ね、うん、があればね、目的があれば最高だなって思うシステムだから、ちょっとね頑張ってほしいよね、ディズニーっていう感じの、今回は半額のメインの腕時計と、メインの、メインって、あ、あるメインの、なんだっけ、新商品を、うん、アプリで、お家で購入しましたよってお話です。以上です。